今日は、プラザ三方よしっていうところに来ました。特徴的なのが屋根の形状が R 状になってて、しかも雪止めがですね三重についてるって、すごいですね。やっぱり雪がたくさん降るからそういう対応を取ってるんでしょう。いや、昔ながらのお屋敷と、素晴らしい水路がこう家の周りを走ってる。何広げたか。レゴチュエ。土蔵作りもこれね、昔ながらの土蔵作り。なんで道具がこんなに広いの。